その時村で一休みしようと悪竜が舞い降りてきた。まあ、どれどれ、黄金の夢はどこじゃろうな。風の中。そこへ尊いお方も足跡をたどってやってきた。もうこの刀のみでござる。名マントで隠れた彼を誰が軽眼で見つけられるのか。行こう。天地の恵みであるな。豚の中の悪竜だ。思ったより大きい。でも怖くないよ。剣の束を握れるだろうか。必ずしも劣らない。鎧の下の本心を見抜くのだろうか。でも怖くないよ。天地の恵みであるな。